皆さん、こんにちは。31歳でファイヤーしたゴリです。ということで、今日のサムネ通り、テスラ Q2 の製造台数、販売台数が激増。そして、新規失業者保険のクレーム数が上がってきていて、これが過去のリセッションのパターンと比べると、非常に面白いことが見えてくる。そして、テスラ株爆上げしすぎなのかどうなのか。最後にフランスの暴動ということで、今日の動画、ニュース解説、英語のね、 読み砕きしていきたいと思います。ということで、結果発表がされまして、テスラ、リポーレ、466,000 46, deliveries for second quarter, production of 479,000。ということで、こちら、予想がですね4万、44万台ぐらいだったんだよね。それに対して、予想大きく上回って46万台。ということで、かなり予想より上を超えてきたということになりました。まあ、これによって、まあ、テスラどうなるのかと。 いうことなんだけども、まあこれ Q 2、Q2、Q2、Q3、Q4、1年で4回クォーター上がある中で、これは1年ごとのよ企画なんだけども、2023年、2022年、21、20、19、18、17、見てみると、ここ1年間だけですでに、ね、2023年の半年で、去年の Q3 分、9か月分の製,製造、販売を、製造かな、これは。 えとデリバリーだから販売までから、うん、してしまったということで、まあ、Q2 だけで比べてみると去年の Q2 が25525 25万台今年が46万台なんで184%一気に増えてる状態この伸びしろっていうのは、まあ、伸び率でのは2021か22とかねと比べると半端ないこの時はほとんどね、まあ、5分の1ぐらいしか増えなかった10%増えた10%じゃないか20%ぐらいねここ50%ぐらい増えてるやばいよね しかも Q1 の時は31番から42万台そんなにね Q2 ぐらいの伸びしろはなかったおそらくこれはギガベルリンとかギガテクサスとかねランプアップしてるからそれがねフル稼働になってきてみたいなでしかもギガメキシコとかね、まあ、ギガフランスは今ね作ってないしフランス暴動がやっべえぞみたいなになっちゃってるからここでさギガフランスやのはちょっと厳しいかもわかんないけどねこれからどんどん向こう5年とかでギガ ファクトリーを10個ぐらい作りたいとかってイーロンが Q1 の計算の時にスピーチで言っててリセッションが来るときにもあのギガファクトリーは作っていきたいとでポテンシャルね製造販売台数のポテンシャルをあのリセッションの時売れない時でも作っておきたいという風に言っていた通りまあその時間差なわけだよねギガファクトリーがランプアップしてきて去年でもねあのギガベルリンオープンしたのでもそんなに少なかったから製造台数それが伸びてきてるんじゃないかなということまあこれはこんな感じということで過去 2,3年間での伸びが半端ない、特に今年の伸びは半端ないのがテスラね。で、テスラ製造台数1年前との比較が半端なくて、問題はね、まあ、これはテスラにとってはいいニュースになるでしょう。ただ、これ、問題というのは、決算、来,年あ来月こと、いや今月か、今月末にねテスラ決算来るんだけども、問題というのは、株価とね、あのこれ、製造台数、販売台数が相関するかというと、必ずしもしなくて、まあ、前回もそうだったんだけどもね。 前回も結局、決算の後落ちた。なぜかというと、決、ま、算、あのスピーチの時にイーロンがね、いや、あのフォワードガイダンスで、例えば、プロフェットマージン落としてるわけよ。販売台数を増やしてんだけども、値下げしてたりね、いろいろしてるわけよね。だから100万円くらい値下げして、ようやく買ってもらってるとかっていう状態ね。でしかも、今後リセッションが増えて、リセッションとかね、失業率上がってきた暁には、販売台数を伸びるわけがないよね。しかも、利上げをね、 今後もまだ継続していくわけだから、利上げをするってことは、車のオート、自動車ローンの利率がね、うん、今6%とかだと思うんで、5%、6%の世界。で、さらにあと0.5%利上げをするってパウジーが言ってる状態だから、さらに車のオートローンが上がる。自動車のオートローンが上がって、しかも失業率が上がっていったときに、誰が新車買うのって買わないよ、ねうん。ってことは、面白くなってくるのは、今年のね、年末、12月ぐらいまでは利上げキープだから、まあ、利下げする、利下げ始めるのは例えば来年の初め。 そのぐらいから米株が落ちてくる、そのぐらいから質口率が上がってくるってなると、この来年の、ね、前半っていうのは、おそらく質口率上がってくるし、もう自動車のローンがありすぎて、まあ、ストリート行きで車買ってる場合じゃないから、この時が多分テスラ一番ねひどくなってくるんじゃないかなっていうのは、まあ、まあファンダメンタルからのね、 ファンダメンタルからまあ簡単に分析できること。でこれはアップルも一緒なんだよね。アップルも失業,、まあ、失業、失業者とかで増えてきた時にさ、買わないでしょ。しかも中国も買わないでしょ。EU も買わないでしょ。失業者が上がってきたらね。ちなみに EU もリセッションだからね。うん。で、中国はあの20代ぐらいの,リあの失業者数が15%を超えてるんだよね。ということで、今は上がってるんだけど、これってまあ前回もね起きたことなのよ。リーマンショックの時も、結局はあの利上げ、 してる途中っていうのは上がってたからね、米株。で、結局、出口上がってきたときはどうなるかって面白いところだから、まあ、それがね、まあ、テスラ株と今後のね、まあ、株価の、まあ、推測ですね。テスラ Q2 2023 v e h ールデリバリーリザ e r アナリス u l t s a n a 予想は44万とか、44万6千だった。で、それをね、ぶち,ぶち抜いてきたのが、今回のデリバリーの結果で、45万台、46万台。 ということで2万台ぐらい多かったっていうね。そういう結果ですよ。ということで、テスラリポール46万台、48万台。ね、これものすごい勢いだよね。書いてある通り、去年の1年前は25万台だったのに、今年に46万台に増えたっていうね。まあこれはすごい。で、この理由としては、テスラ plans to build a new factory near ari, m o n t e e Mexico。ギガメキシコも来るだろうし、 あとは、まあ、ギガテクサスはね今で、ね、ランプアップしてる、上がってきてる状態。しかも、インドとね、インドの首相と会談してたから、ギガインディアが来るかもしんないし、まず、あ、はフランスともやってたけどフ、フランスはよくわかんないなって話だよね。ただ、インドはね、今ね、ハードワー系が結構来てんだよね。ソフトウェア、普通はさ、ハードウェアが先に行って次ソフトウェアっていう、ね、流れなんだよね。中国とかね。でも、インドの場合、ハードウェアそんなに強くなくて、ソフトウェアは良かったんだけど、 で、逆なんだよ、ね、今。今度、ハードウェアの工場が中国から移ってくるんだよね。まあ、中国のさ、政治状況が不安定とかっていうのもいろいろあると思うから。ということで、イーロンは、As soon as humanly possible 人類がね、可能な限り最速でギガインディア作ろうと思ってる。まあ、人口ね、中国をね、インドは抜いて一番になってるからね。うん。ということで、まあ、サイバートラックは今年中にね、作ろうってことでもうね、作られてるのがね、トラックで運ばれてるのをね、リーク写真で出てきてるんだよね。 で、来年からオプティマスロボットみたいな感じになってくるかなって感じで、まあ来年ちょうどねリセッションがヒットして売れなくなるんじゃないっていうのは予想してるけど、それでも、まあ利益率を下げてでもテスラはね、車の自動車会社の中で一番プロフィットマージンが高いから利益下げてでも、それでもまだ利益をね、上げられると。ということでテスラ Q2、Q3 で爆下げ、熱望ということで、まあ Q2 で爆下,下げになるかわかんないけども、まあそんな感じをね、ゴリアで、ね、熱望してるっていう感じかな。で、まあそれだけではなくてね、 テスラ l a latest stock performance are refraction w i t financial health. 株価上がってるけど、これは、ね、経済的ファイナンシャルなあのヘルシーな状態なのかって。だから必ずしもね米株と会社の、ね、利益が、ね、相関するわけじゃないわけよね。たまに買われすぎってこともあるわけよね。うん、例えばエンビニアなんていうのが買われすぎなわけよ。ということで、まあ、こうやって見てみると、まあ、過去5年間での earning growth。過去1年間の earning growth。アーニングロース ということで、まあ、インダストリー全体で、トータルで見たアーニングが22%、ね、成長してる。テスラ80、80%。インダストリーの、ね、4倍以上、ねこれ。過去1年間で見てみると、インダストリーが5%。こっちは過去5年間で22%ね。こっちは1年間で5%。テスラ、8倍の40%。確かに爆発力は、しかも AI を、ね、制しているからね、テスラは、まあ。その点では上がってくる。まあ、長期的に上がることはほぼ、 ほぼねありえないぐらい確実であることを確実。なんだけども、B2B じゃなくて B2C だからね、テスラ。失業者数があってくれればな、売れなくなるなって、アップルもそう。ということで、アップル今買いじゃないぞということで、アップル450兆円企業になってね、株急騰なるのかならないのかって話なんだけど、上がりきった時ってさ、買い時じゃないからね。これめちゃめちゃ買われすぎてるから、ボリンジャーバンド見てもね、てっぺんだからね。 うん、こういう時は買いじゃないわけよね、うん。遅いわけよ。売られてる時に買うべきだから、これアップルとかエンビリア今、会話買い分かってきたら会話じゃないと思うんだよね <laughs>、うん。みんなね、ここね、ブルトラじゃないけどね、ここ最後のね、アホの20、アホの30、アホの40がここに寄ってくると思うんだよ、多分。うん、あのドットコムの時だってさ、すんげえ上に上がったところで、そこでね、高値で掴んじゃった人はね、10年ぐらいさ、含み損になったわけよね。まあ、エンビリアが10年間ね、含み損ここからなるかってそういう話はしないけども、 これちょっっと上ががりすぎてていうのは、まあ、誰が見てもわかるんじゃないいかななと思いますでちなみに Twitter のアイコンようやく元に戻せました。これ誰かに勝手に変,わ変えられてたのよ、うん。で、その後さ、申請した後ね、プロファイルとかタイトルとかね、これ変えるばたびにブルーチェックマークある人はアンダーレビューになっちゃうんだって。 だからこれ今変えたからまたブルーチェックマークなくなってんだけどさっきまた戻ってチェックマークついてきたからね Your profile is under review.No changes a l l o w e d だから一回一回これリビューしてチェックマークつくから変えたらまたレビューがついちゃうから今ブルーチェックマークないんだけどもまあとりあえずねあの写真とかアイコン元に戻してよかったよって話本当に、うん、そして次のね大ニュース SEC のハゲンズラー辞表届出した説 ね、これダメよ、まだ SEC のトップでさ、バシバシ芝居手をクリプト。SEC sources confirm ゲイリー・ゲンズラレゼグネーションということで、インサイダーによると、ゲイリー・ハゲンズラ、ね、辞表届け出したらしい、マンジかダメだろう、もっとね、バシバシとやっちゃってくださいよって感じなんだけど、ね、ゴリとしては。ゴリとしては、バック先の方が楽しいからさ、うん、なんでやめちゃうのって、本んかわかんないけどね、インサイダーによる、あれ、 意味だインサイダーによるニュースだとだよ。ということで、アナニマスオフィシャル f ランマ a r o m SEC。匿名の情報によると、ゲイリー・ゲンズラ、チェアマン議長が、サムネ m レ r グネ e s i g n a t i o n for an Internal Investigation。だから、内部調査が行われていたことによって、これ多分あれじゃない ?FTX 関連じゃない ?FTX 関連なんか Y でもらってたかうんぬんかなんかでさ、ゲイリー・ゲンズラもやべえんじゃねえの国会証言行くんじゃねえのみたいな話してたじゃん。多分それ関連かな。でもそれにしては遅すぎないかもう、半年以上経ってもんな。 これいいことになっちゃうじゃん。ゲンズラが辞めたらビットコイン上がっちゃうじゃん。クリプトも上がっちゃうじゃん。まあか、まあ、オルトコインは上がっちゃうよな。あの、リップルも上がっちゃうんじゃねいやでもゲイリーゲンズラが辞めたからって別に SEC の意見が変わるわけではないから、うん、オルトコインがそんなに爆上げするかってね、訴訟は訴訟でさ、裁判員の方はね、別に変わってないわけだから、内容も変わらないわけでしょ。だビットコイン ETF、スポット ETF の申請関連はさ、ゲンズラの方が厳しいって感じはあると思うんだよ。 だから、これやめてほしいよね。せめてさもう少し暴落を起こさせてほしい。あで、書いてあるアナリモス SEC オフィシャル SEC の、えー。職員のね、匿名の人がゲーリーゲンするはず。Fone in the investigation to alleged alleged misconduct。これあれじゃね。あのバイナンスの監査委員になりたいよ。だっけ、F T X だっけ。F T X がバイナンスの監査委員になりたいって。あの仕事応募してたみたいな説があったんだよね。 で、i l l i g r e n s took helm o SEC in April 2021 2021年の4月にゲンズラが議長についたんだったねそんな長くないんねパウジンみたいなシャラブダウトオーバーゲンザーズリーダーシップ The news o f internal investigation raises a question about potential inappropriates and whether his actions were in line with the standards expected, expected from the head of t regulatory body <タッ>レギレーションする機関のね、あのトップとして 不適切な行動があったんじゃないかっていうのが、インターナルイン i n v e s t i g a で、ね、中でわいたと。うん、deeply concerning. It causes i n to question the integrity and effectiveness of SEC under his leadership. それよりもビットコイン上がっちゃうのが良くない。The、SEC has a crucial role in maintaining integrity of financial markets.Financial markets を、ね、しっかりとヘルシーに守っていくためにね、ねあの健全であるべきだと。うん、ということで、まあ、ビットコインをとりあえず今のところまだ、ね、上がっちがよ 曲がり、なんかそれで爆上げしてほしくもないんだけどさ <laughs>。やめてよしこちゃんよ一回ちょっと戻そうよって感じなんだけど。まあでもね、本当にビットコインのファンダメンタルわけ不明になってきてさ。テクニカルだけじゃどうしても追いつかないっていうね。まあ、これウィークリーチャートで見ると、ここがね、サポートラインになって、上に跳ねるっていうのはなくはないんだよね。まあしかも起爆剤があるし、ここでさ、ね、バイナンス FTX とかが行きそうな時ね、この時だったっけ、バイナンス。バイナンスこの辺だったっけそうな。 バイナンスこの辺だったけど、その時にもそんな落ちなかったから、下げ渋ってるっていう感はあるよね。うん。ってことで、まあ、ベアよりもブルの方が強いんじゃないかなって。ここでね、ブラックロック ETF のニュースがあって、ここでハゲンズラ解雇じゃなくて辞表届け上がっちゃうのかなわからないな。でもグリードは高いからね、今63とかだからな。うん。フィアとグリード62。で、まあ今んところね、ずっとね、うん。ヒゲピンで、 だ2週間ぐらいやる可能性あるよねとか言ってよね、ここ。上の方で2ヶ月か。だから7月、これ6月から8月まで、うん。まあそこまで長くないかもしれないね、今回は、うん。揚げ材料がなんか整ってきてるから、ハゲンズラが時悲お届け出したらさ、この辺でそんな長くいないかもね、上に。うん、っていう、ちょっとね、不明な点。ポリゴンマーティック。ね、これはね、いい感じで。 ボトムついた感じは見えなくもないよね。XRP、リップル、まだね、訴訟決まってないから。な、マーティックでしょで、ドット、ドット上がってんねなんでポーカドットそんな上がってんのうん。ソラナ、ソラナ、ソラナもそこついた感じかなとりあえず、こうやって。こっからせでに36%か。そういえばソラナ、そうやな。うん。そあなたのそなたサンドボックスうん。 エンジンコイン。ゲーム系ね。うん、なんかこれもなんかあれだよな、ね。いい感じの。そうやな。うん。ディセントラランド。なるほど、なるほど。ということで、えっ、ー、と、まあ、米株の話はそれで、まあ、SEC ハゲンズラの話をして、まあ、クリプトのね、クリプトチェーン、ブロックチェーンのね、オンチェーンデータアナリシス。そんなにね、レバロング、レバショーと絡んでなんだって動いてないからね。うん。で、最後の方で、まあ、クジラのご用代をチェックしてね、フィニッシュかな。いや、 あのフィジークのね、アップデートしたいなと思うんだよね。筋トレの。昨日ね、2時間ね、ーわりをしたのよ。筋トレ1.5時間して、ね、もう減量末期よ。もう昨日、おとと日先一昨とい、先ととい1時間ーわりをしてんだよ。で、炭水化物1日で 80g ぐらいかな。結構減らしてんだよね。まあ、40とか、40ではないけどね。50は取ってんだけど、必ずね。で、昨日1.5時間あったの。だ2時間ーわりを、2日連続で代わりを1時間やった後だよ。筋トレの後に。 で、昨日の筋トレで PR 更新してんの、これ。マジでスーパーサイエンティンスーパーフィジオロジカルレベルのナチュラルだよね。うん。だから、あのー、昨日ね、ショルダープレスっていうか、スタンディングショルダープレスっていうのは、だいたいね、自重を10回上げるのは、ほんとすごいの。筋トレのベンチプレス自重で上げるのでも、ショルダープレス、立ったままバーベルをね、あのー、頭の上に上げる。これ、オーバーヘッドスタンディングプレスって言うんだけども、オーバーヘッドスタンディングプレス。 これ、自重10回やると本当にすごいんだよ。で、ゴリはこれ、昨日だけど、自分の体重以上のやつをね、うん、7回ぐらい上がった60キロ7回上げたの、これ。やばくないやばくないって分かんないかもしんないけど、やってない人がね、これはね、自重より、今、ゴリの体重57キロだから、60キロ7レップやったやばいよ。うん、過去最高だよ。この、減量してきてたよ。それはバルクアップ中はね、これ80キロ3回とか上げてたよ。 でも減量してきて落ちてきてたんだけども力がこれがね上がってきてんのまたしかも減量落ちで代わりを入れてんのにねめちゃめちゃ強かったでスクワットも8 5キロは3回しかできなかったけどまあだいたい80とか8 5キロぐらいまで落ちてきてんだけどねバルカプチーは1 5 0キロようんだったよ強くなってきてるっていうのがやばいしかもその後に代わりを2時間機能したのでその後にサウナ15分やばくない ?1.5 時間ワークアウトで2時間代わりをこれでも3.5時間 で、最後、サウナでフィニッシュ。で、その後に、ね、海鮮丼食ったって。海鮮丼久しぶりに海鮮丼ね、見せてなかったな、全然、そういえば、うん。海鮮丼食ってて、で、まあ、多少ね、ご飯をね、いつもよりも多く食べたっていうね。まあ、なぜかというと、それだけ、その、カロリー消費したから、あの、いいでしょうって話で、まあ、あの、リーフィードデーだよね、うん。筋トレした後って炭水化物が必要で、減量中っていうのは、これは結構ね、下げるわけよ、炭水化物を。なんだけども、スクワットした日のね、 し,した後のひどかっていうのは入れても OK。そうすることで体をね、あのショックを与えるっていうかね、やばい、気が,気が状態でもう体重落ちませんっていう風に体がなっちゃうから、それをね、足それをなくすために、こうやってね、ちょっとご飯が増えた。200g これご飯食った。でも 200g だけど、炭水化物ってそんなにご飯ってね、炭水化物そんな 50g ぐらいしか入ってないから、まあ良かったかなって。問題は脂肪だよね。脂肪がカロリー多いから、サーモン。サーモンの方がカロリー多いからねって話で、 まだ今日もね、まだ筋トレして、代わりを2時間。うん。代わりを2時間、あと2週間連続やります。うん。あと2週間で、ずっと最後まで減量していくっていう感じかな。ということで、まあ今日もね、こちらを見てください。 短期トレードするなと言ってるのに、ポチポチしてしまう。そこのお前ら、お前らに言いたいことがある。どうせ短期トレードするなら、この取引所でゴリにお賽銭代、プロテイン代を伏せしろ。ここで今日のスポンサーを発表。FXGT というプラットフォーム、FX 仮想通貨ビットコインイーサリアム、ゴールドコモディティ、株式、米株テスラとか、アップルなども含め、オールインワンでトレードができる。このメリットがなんと二十四時間、日本語対応のサポート。さらに今なら、ゴリの使用者に特別にキャンペーンとして、KYC、つまり審議登録で入金不要、KYC をするだけで、一万五千円分もらえるトレードができちゃう。もっと使ってみたい方は、十万円の入金で、さらに十万円のボーナスがもらえるので。合計 2万1000や21万5000円の証拠金で取るのができるさらにここの強みは仮想通貨だけではなく円やドルで証拠金を入金することができるのでステーブルコインを他の取引所から送金する必要がないさらにロングポジションの場合もスワップ手数料が無料なのでビットゲットやバイビットと違って長期保有する場合手数料がゼロこの機会に登録して試してみてくれ言いイチャテルはいということでこちらがですねナチュラルでやばいエリンバンクスなみにやべえやつの ね、あの、ポージング動画。この人に勝てるかって勝てないでしょっていうね、話なんだけどさ、これね、昨日インスタストーリー載せた、この人。こんなの勝てねえよ。これナチュラルかよ、みたいな感じだよね。やばいでしょ、この背中の広がり方。これどう考えても勝てないでしょ。<laughs> 背中広、広でかすぎだろ、これ。ナチュラルかよ、ほんとに、おい。しかも、ウエスト細すぎだよ。やべえよ、この広背筋広がり方。こんなのもう IFBB プロだろ。 ナチュラルレビューじゃねえよ、これ。ということで、まあ、こんな奴と戦ってね、負けるだろうって話で、厳密してたんだけども、もう、異次元の絞りで勝つしかないと思って、まあ、勝てないと思うけどもね。ただ、やるとしたらやるしかないから、じゃあやるならね、もう背中が広がって背中が毎日やってんだけどよ。うん、それでもそんな急に伸びねえから、もう、もう絞りでいくしかねえよ。ということで、最痛では負けるけどね。ということで、まあ人事を尽くして天命を持つだね。やることはやる。うん、それだけかなって感じで、 まあ、昨日はね、ちょっとね、一昨日めっちゃ幻、ね、滅してやる気出なくなったんだけども、昨日ね、違う人がね、なんかプロになってて、そんなにでかくねえな、他のやつの方がでかかったな、でもオーバーオールで勝ってたな、みたいな感じで、必ずしもってことがあるから、もうね、突き詰めるしかないなと思った。ということで、まあ今年ね、大会まだね、負けたら次の大会、次の大会でね、マックスで4回、ね、1、2、3、4、マックスで4回あるから、最後まで行きたくないよ。めっちゃ金かかるもん、20時間以上のフライト、25時間のフライトだよ。北米とかヨーロッパとか。 うん、だから体力的にも経済的にもさ2000ドルとかだからねフライトで25時間飛行機なんか缶詰厳しいでしょ30時間とかあるしさレイオーバーで全部ねだから早めに貸したいってのはあるけどもだから今できること1日1日今できることをやって後悔なくやっていきたいと思います皆さんね応援の方プロテイン代なりいろいろとよろしくお願いいていますそれでは役立ったと思ったら、えー、グッドボタンスマッチュの方お願いいたしますバイバイ